皆さんこんにちは、赤俣影湯でございます。今回はですね、この東茶寮というお店の前に来ております。まずは場所を確認してみましょう。いつものように名古屋駅から上空からですね、ここから迫っていきます。今矢印が出ているところにいます。ここはですね、このチャンネルでよく紹介しているオースというところにあります。この店はですね、結構な人気店なんで、普段は結構待つんですよ。まずは入店いたしましょう。中はこんな感じです。空いてるテーブルがありますね。まずは紅茶を注文しました。この撮影はですね、コロナウイルスの影響で、飲食店のお客さんが激減している時に撮っております。しばらくしてね、この動画を見てね、そんな時もあったねっていう風になってればいいんですけどね。いつもならね、すごく混むお店がこんな状態ですからね、今後が心配ですね。さあ、そして今回の真打ち登場です。今回はね、これを食べに来ました。これはメニューにはですね、ベリーベリーベリーって書いてあります。いちごのスイーツなんですけれども、これはね、かき氷なんですね。寒いのにかき氷頼んじゃいました。そして巨大。こんなルックスのかき氷、今まで食べたことないですね。そもそも上にかかってるこのクリームみたいなのは何なのか、この時点で私は知らないのでございました。店のインテリアです。さあ、カメラをセットいたしました。まずはですね、このクリームのようなもの、これが何なのか試していきたいと思います。実はですね、これはエスプーマと呼ばれるものだそうです。エスプーマというのはスペイン語で泡っていう意味らしくてですね、細かい泡をですね、クリームなどに混ぜて、ふわふわの状態にするという、そういう調理法とかそうやって作られたものをエスプーマって呼ぶそうです。食べた感じはムースのような感じですね。クリームよりちょっと軽い感じがします。量はたくさんあるんですけどね、重くないのでね、食べきれるなって感じがします。ちなみにこれはアマオかな。イチゴはこの大きいのと、そしてカットされたやつね、2種類使われてるみたいです。このエスプーマの下はですね、かき氷になってるんですよ。ちなみにかき氷の味はいちごシロップの味です。これをね、注文した時点ではね、かき氷だっていうことを知らなかったんですよね。メニューに写真が載ってて、見た目のインパクトがすごいので注文してみたんですよ。撮影したのはね、これね、3月の頭ですよ。結構寒い。けれども、全部が全部かき氷じゃないんですよ。いろいろなものがね、混ざってて、体が冷えてもうこれ以上食べられないとか、そういう風にならないようにできてんですね。エスプーマはですね、下のお皿よりも外側にはみ出てるんで、垂れてきそうなんですよね。なので、端の方から食べていってます。かき氷とは言いながら、全部が氷じゃないので、冷たいところとそうじゃないところがあるんですよね。これがね、全部氷だったらね、この量食べたら、夏でも鼻の奥がキーンとしてね、救急搬送待ったなしでしょうね。まあとにかくね、周りのエスプーマの方をですね、最初に食べていきます。横から見るとこんな感じではみ出てるんですけどね、このエスプーマっていうのは、どうもかなりね、耐久性があってね、崩れてこないんですね、意外に。
ではここから早送りで見ていただきたいと思います。まあとにかくね、量が多いのでね、全部食べきるのに20分ぐらいかかったんで、早送りじゃないとね、飽きちゃうと思うんで。こうやって見てると中にいろいろ入ってますよね。いちごアイスも入ってます。で、白いのがクリームなんですが、あれはアイスではないですね。そしてなんか粉のようなもの見えますよね、茶色い。メニューにはね、グラノーラって書いてあるんですけど、なんかね、ビスケットの粉みたいな食感でしたね。冷たいもの食べるときはね、なんかああいうものがちょっと入ってると口の中が助かるというかね、冷たさを緩和してくれるような気がしますね。いちごのジャムのようなものも入っていました。コンポートなのかもしれませんけどね。まあとにかくね、中にいろいろなものがあって、宝探し感覚で食べられますね。ちなみに紅茶を別に頼んだんですけれども、これを頼むとですね、ほうじ茶がついてくるので、ドリンクを別に注文する必要はなかったなと思ってます。とにかく量が多いんですが、他にいた女性のお客さんたちはですね、一人一個やっぱり頼んでましたね。ただし寒い時期はね、このお店チョコレートフォンデュとかね、パフェとかもあるんで、そっち頼んだ方がいいかもしれない。かき氷はやっぱりね、夏の暑い時期の方がいいと思います。さすがにね、この量食べたらね、口の中はね、冷え冷えになってました。甘さはね、くどくないのでね、これだけ食べても重くならなかったですけどね。その辺は非常に考えられてるなと思いましたが、夏になるまではパフェを食べた方がいいような気がします。ということで、また次回の散歩でお会いしましょう。ジャパンイズソークール。